アンタッチャブル柴田は若手のコロテラの木を叩いてツッコミの練習をしていたが、その木が御神木だったため住職にめちゃくちゃ怒られた。柴田が妻から浮気された後とある番組で柴田が前に出た時、共演芸人がみんなでファンモンの後一つを歌い出した。なお全員が歌詞をあまり覚えておらず途中鼻歌になったのを聞き、せめてちゃんと歌えてくれよと突っ込んだ。山崎がアンタッチャブルというコンビ名に変えた際、柴田は何の相談も受けておらずと戸惑った。家に髪留めがあったことを彼女に問い詰められた上田をかばうため、自分の彼女の髪留めだと言ってスキンヘッドの彼女を上田の家に連れて行った。山崎が10時間ほど遅刻したため山崎の家に行ったところ、山崎がパン位置でまだ寝ているのを見て膝から崩れ落ちた。ラビットで早朝バズーカドッキリに挑戦したところ、バズーカの向きを間違えて後ろに発射してしまった。上の階の住人のギターの音が大きかったためクレームを入れたところ、その人はアカペラでギターを奏でていたため謝罪した。